バカでゲードが来たぞ。くそ。いるんじゃねえか。おお組長さんよ、またしのぎ広げることになったからよ、金使わせてもらうぜ。おいこら聞いてんのか、こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえいい加減にしとけよ、返事もできねえのか。はあのな、おめえはどこまで下手になんだよ。ったく、まだ連れのキリヌが根性あったぜ。まあ、奴がやっちまったことはまずいっちゃまずいとしても、キリヌは…誰がヘタレだって、誰が桐生よりも根性がないんだって。メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。
すも二人殺すも同じじゃねえか。そうだ、そうだよ。とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ。俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。そうだ、キリュウ、お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれねえか。おお、お前無事だったか。どうした。一つ頼みがある。どういうことなんだ、キリュウ。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、ニシキは俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ、それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。ユミは失踪中、ハルカとニシキヤマが接触したこともない。なら出るぞ、キリュウ。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そこだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。今キリちゃん出てったわ。なんか堀氏の、そう、歌堀。わかった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよこんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ、この女だ。伊達さん、行こう、セレナ。
キリュウちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今さらだけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レーナ、兄貴。シンジか、お前どうした？レーナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レーナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何？今俺と逃げてます。シンジ、今どこだ？よくわかりません。ミレニアムタワー、サイの河原が見えます。シンジ、待ってろ、すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。